はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、皆さん大好き外付けの SSD の話題になります。前回の動画も大好評ね、パート2になります。視聴者様からのコメントね、最新のコメント面白かったんでね、まあ、ちょっと深掘りしたいなと思います。で、今ね、本当プレイステーション、ね、プレイステ5とかプレイステ4とか、あと Xbox とか、あとパソコンとかね、こういうね、外付けの SSD を使うとめちゃくちゃアクセスが速くてね、で、今大容量がめちゃめちゃ安いね、もう一昔前ではもう考えられないね。昔は高かったよ、本当。おじいがリコのデジカメ買った時ね、こんな四角い、10メガね、10メガの容量で、8万円ぐらいだったね。10メガだよ、10メガのこんな板みたいね、板チョコみたいなね、こういう薄いのでね、ガチャンってこう入れて使う10メガね、10メガバイトがね、8万円ぐらいした時代がありました、ね、で、コンパクトフラッシュなんかもね、結構高かったね。80メガの時に、あれ何枚だから、7万円ぐらいだったかな。安くなったねーなんてね、それでも安くなったねーだったけどね。まあ今や本当ね、SSD が Amazon でとても安いですね。前回は SSD ね、容量が40テラとか30テラとかね、紹介したんだけど、今回はね、本当お手頃なね、この8テラバイト4テラバイトね、もう容量的には8テラ4テラあるともう満足レベルだと思います。例えばプレイステーションね、内蔵がおじいのやつが500ギガバイトね、ジュラツリスもアップデートしたらもう1本しか入らないね。で、1テラ版とか2テラはあるのかな、どうなのかな。で、大体みんな自分で中身入れ替えたり外付けで使ったりで、プレイステーションって、まあ、プレイステ5は知らないけど、内蔵 SSD にね、もっと容量を増やしたいっていう人もいるかもしれないけど、内蔵よりも外の方が読み込みが早いんだよね。だ、最初は普通に考えると外付けよりも中の方が絶対アクセス早いだろうって思うよね。でもよくよく見ると外の方が早いから、あ、そうなんだと思ってね、わざわざ分解してね、めんどくさい交換してなんてね、そんなことをしたこともこういう外付けポンってやればもう今やアクセスも早いしめんどくさくないね、そういうことになります。8テラ4テラね、まあ、前回は40テラ30テラだったけども、今回はね、短いのは4テラ8テラね。で、お値段もね、お手頃なんです。8テラだったら4999円、しかも今ならね、ね、こうクーポンがあるので8テラが3999円で買えてしまう。しかも海外発送ではないよ、プライムね、アマゾンの倉庫にあるので、もう安心、注文すればすぐ届くね、ということで安心のアマゾン発送、しかも今なら割引だよっていうね、うわー、もう夢のようなお話だね、うん。で、前回の動画にね、コメントをいただきました、うん。まあ、よくよく概要欄見ると外装カラーナンバーが40テラバイト、ね、40TB だったりしますね。容量ではなく、あくまで外装の色っていうことでね。はい。で、前回のこの40テラ、ね、40テラのこの SSD は、今40テラはもうなくなっちゃったかな、30テラかもしれないね。見てもね、ちょっとこれトップに出てきたけど、今もうないと思います。探してもね。その代わり、さらにパワーアップしたんです。今回はね。はい、今回は容量がね、10分の1になってパワーアップしております。ね、
で、これが今紹介したのが、これね、SSD の4テラは3999円で1000オフなんで、2999円。ね。はい、間違いないです。これね、4テラバイト、カラーナンバーかな、これね。カラーナンバー。ね。4TB が3999円の1000オフで2999円。ね。で、色が 4TB。ね。4TB カラーが2999円。で、8TB、ね、4990円の1000円オフ。これがね、はい、このように 8TB の色、ね、なんだけれども、ね、まあ、ここのところ見てみて、ここには容量自体は書いてないんです。このね、説明文には。その代わり、商品のね、こういうのを見ていくと、ね、まあこういうね、わあ、しっかりできてるんだね、ってね。で、こういうのもね、見るとね、ああ、しっかりできてるんだね、ってね。で、はい、ここです。容量を気にせず保存。ね、4TB、8TB、これ、カラーでしょ？ここであるのはこう、このカラーの、あれじゃないの？そうすると、ここのところを見ると、これね、画像なら、ね、まあ、1枚 8.2 メガとしてね、975,608枚、ね、動画なら1分間109メガとして1216時間。まで、そうすると1分ってことは、1時間はこの6倍だから、じゃあ600メガ、ね、600メガで、1時間として、じゃあ10時間が6000メガ、ね、6ギガ。しゃって考えていくと、ああ、容量的にそれぐらいの容量だよねっていうのがこう割り出されます。それで、ここのところをね、見てみると、ね、容量のところで、本製品は 8TB の SSD だよということで、はい、使用可能な容量は、ね、7780GB で、まあ、8TB ですよっていう記載があります。今回はね、ということで、まあ、その他の柱だとね、 6880GB だけど、うちは7780だからね、ちょっと余分に多くかけるんだよみたいな、ね、ね、でも容量もそうなんだけども、色でもね 4TB というカラーになってる。じゃあこのね 4TB のね、これ評価星 4.5 で1409ね。おじいのチャンネルを見てる方はね、いつもこうやって見てるでしょう。おじいの見方をね、もう10年前から教えてますね。で、評価を見るとね、こうやってこうとにかくコスパがいいとかね、こういい評価が上の方に来てます。で、83% がいいから、ああ、星5つが 83% だから、あ、評判がいいじゃん、信用できる SSD じゃん、あ、ラッキー、いいの見つけたってみんな思うわけです、ね、で、おじいが皆さんに伝えているのは、昔からね、レビューを見るときっていうのは必ずレビューをすべて見る、ね、5つか10個ぐらいあったら下の方に必ずこれがあるので、まあ、レビューをすべて見るをまず押して、で、この一覧のこの形式のところ、ね、ここのプルダウンで、例えば今売ってる 4TB と 8TB カラーがあるけれども、じゃあこの色 4TB の評価を見てみましょう。で、やると、はい、一致するレビューはありません。4TB のカラーの商品のレビューは一つもないんです。それじゃあ次にね、じゃあ 8TB のカラーね、これのレビューを見てみます。はい、8TB のレビューも一つもないんです。つまり、このページでは、4TB と 8TB の商品2つが販売されているページ、そして
評価がね、1000いくつあって 83% がいいよっていうレビューがあるのに、 4TB の評価、8TB の評価が一つもないんです。皆さんも実行してみてください。それで、これがね、 4TB の発売したのはね、おじいがよく使ってるよね、これね。これを見ると、追加されたのはいつだろうって見ると、これはね、はい、9月の26日の夜中、で、ここのとこで一回売り切れてるのかな。で、ここで追加してね、9月の29日ぐらいからね、ずっと売ってる。全期間ね、5日になります。5日で1400も500もレビュー来ないでしょ。しかも買った人がいないし。じゃあ次に、じゃあ今度 8TB の方を見てみましょう。 8TB も全く同じです、ね、でも評価は1409あるんです、ね、これが現状で、評価を見ると一番上に来るのはね、これだね、大容量ね、まだ発売ね、販売して5日なのに、2024年1月5日ね、でここに 16TB なのでまだまだ容量があってね、 16TB そんなのないよね、4と8しかないのになんで 16TB なのっていうね。はい、でとにかくね、とにかくコスパがいいよとね、でこういうレビューがね、トップの方に来るんだね。良いと思います。一昔前ならありえない価格です。SSD なので軽量で読み込みも早いのは助かります。某有名メーカーの SSD 2 テラを使っていましたが、使用感はあんまり変わらないのかなと思います。ね、まあこういうレビューだね、本当ね。でこういうのがね、トップに来るんだよ。他の口コミを見てると確かにこれは安すぎるかもと少し不安を覚えましたが、実際に使えている方の口コミもあったので踏み切って購入しました。使ってみての率直な感想は、転送速度もめちゃくちゃ速いというわけではないですが、ストレスを感じるほどの遅さもなく普通に便利に使用できてます、ね。まあ、こうやってね、みんな役に立ったってこう書いてあるよね、まあ、そういうことで皆さんもね、検索してください。案件ではないので、この動画の説明欄にリンクは貼ってありません。ね、ご自身で探してください。で、Amazon で SSD 外付けで検索すると、ね、まあ、並べ替え、おすすめになるよね。デフォルトでね。そうすると、一番トップに出てくるのが、これなんです、ね。この形の30テラで、ね、9000ちょっと、これね、30テラで9000ちょっと、ね、で次のこれが、ね、512ギガで3800円、で次のは30テラで5999円で、その横にあるのがこれがね、これが8テラバイトで、6000の 5% オフ、これがトップに並ぶわけです。おすすめで、2段目を見ていきますね、4テラバイトね、おじいが今お話にしたやつで、その横にはこれは本物、これはバファロー、ね、バファロー1テラバイトで12350円、某有名メーカーね。うわー、こんなにお値段が高いんだって思ってしまうよね。はい、でその横にあるのはサンディスクね、AmazonJP 限定サンディスク製が2テラで32,525円。ぼったくりじゃないかって思っちゃうよね。そして、その横にあるのは同じ8テラ。8テラ、8テラ。ね。
これが3699円ね。3699円と32525円だったらこっちの方が安いよね。しかも評価が1147星 4.5、 過去1ヶ月で50点以上購入されている商品なんです。ひゃー、売れてる。はい、で、高評価ね、高評価が並びます。これは星の評価と骨格評価の数に基づくんです、ね。さっきのページを見れば分かるように、おじいの、ね、教えたもので見ると 4TB、8TB の評価が一つもないのに高評価がいっぱいある、ね。そういう偽装評価が、ね、いっぱいあるんです。でもその偽装評価の順でこうやって、ね、高評価のものがこう並ぶんです、ね。そうするとトップに来てるのはこれね、ヒューレットパッカード、ヒューレットパッカードのイステラが19,980円、これが評価がよろしいそうです。であとこれダトっていうのね、ダト4テラが52380円なんだと。で、そこにね、はい、入ってきました30テラね、この2096の評価に基づいてね、5,999 円で、その横にあるのがさっきのね、これ6000円の 5% もの 8TB、ね。で一番右側にあるのがこれが30テラで7000円の 5% が食い込んできてるよと、ね。そういうことです。はい、そういうことで、ね、前回は40テラ30テラだったけども、今回は、ね、8テラ4テラしっかりとこの容量ですよって、この色でもついてるけども容量もちゃんとねあるよと書いてある、ね。さあどうなんでしょうね、ショップさんはこのショップさんです、ね。過去12ヶ月間で 100% がね、星5、134がみんな星5なんです。ほう、ね。でこんな感じだね、これはあの過去12ヶ月間だから12ヶ月より前だとちょっと星4があったみたいだけど、3、2、1がない有料ショップ、過去12ヶ月間は有料ショップ星5のショップなんです、ね。まあ、ショップのレビューもねいろいろ書いてあるけれども、ね。はい、まあ、ここのショップです、ね。住所も二重に書いてあって、運営者の責任の名前もなんか分かんないけど、ね。まあ、一応適当に書いてあります。はい、そういうことでね、いかがでしょうか、ね。カラーナンバーは 40TB だったりしますけど、今回のやつは容量が8テラ4テラになってるよ、ね。はい、そういうことで今やアマゾンはねもう SSD のお祭りです。安くて大容量がいっぱいあります。で、これね、ツールを使って容量チェックをするとちゃんと8テラとかね、40テラとか、あの40テラ30テラとかね、ちゃんとなると思います。今売ってるのはちゃんとね。で、運が良ければね、8テラバイト4テラバイトって書いてあっても実際には無限大に使えると思います。無限大です。え、4テラじゃないの、8テラじゃないの、いやもう100テラ入れてもね、500テラ入れてもね、そのテラの上は何ね、もう1億テラ入れても大丈夫、まだまだ入る、ね。ドラえもんの4次元ポケットのようにどんどん容量が入ります、ね。だからプレステ5の外付けで使うと、ね、ゲームソフトをね、今発売されているゲームソフトを全部インストールしてもまだまだ無限大に入る、ね。魔法の SSD かもしれません、ね。まあ、実際に試してみないとわからないけれどもね。まあ、元気なおじいもね、今本当あのプレステ4がねズランツ1本しか内蔵入らないんでね、500ギガか、ね、500ギガバイトの本体なんで、
うずらんつ1本しか入らない、ね、もうこんなアホなソフトやめるよって思うけどね、本当ほとんど動画が入って埋まってるんだろうね、きっとね。あのプログラムはプレステ1、2の円盤とそんな大して変わらない容量だと思うんで、ほとんどムービーレオ入ってるからね。はい、そんなわけで今回は、ね、安心のアマゾン発送、しかも今がお値引き、ね、お得な SSD がいっぱいあるよというお話です。で確かね、前回の動画でね、アマゾンはね、まあ、こういうものをね、なんか知るべきだって書いてあったけど、アマゾンはあの出品者がいて場所を貸してるだけなんで、ね、なのでお手数料をいただいて商売をしている場所です。でしかも商品がちゃんとアマゾンの倉庫にあるんです。アマゾンの倉庫代もちゃんともらってるわけだから、ね、商売として成り立っているんです。であといろいろ疑う人がいるよね。じゃあアマゾンがこういった商品はって、いや、お客様の大切な商品をクリエクイじゃないのかなっていちいちやったらどうするね。えそんな企業ないでしょ。あのお客様からお預かりしたものだよ。アマゾンが販売、アマゾンが発送だったら、まあ社員がねこうちょっとチェックしましょうとかあっても、アマゾンの商品ではない、お預かりした大切なもの、クリエクイねんだって、そんなことをしたら大問題になるよ、ね、はい、そういうことでね、アマゾンは場所を貸しているだけなんです。そんなこと言ったってアマゾンにちゃんと住所しててアマゾンに決済されてアマゾンから買ってるんだ。でもアマゾンの場所にあるそのショップのものを買っているので、アマゾンが販売してるわけではないんです、ね。いろんなね、果物の、ね、果物の絵のついた端末とかね、いろいろこう発火するもの、ね、火事になってお亡くなりになっちゃったとかね、ああいう裁判もあったりするよね。それはアマゾン関係したかな、確かアマゾンだったりするけど、ベストバッテリーだったかな。でもアマゾンの裁判、過去に私紹介してるんです。でアマゾンは裁判では、うちは場所を貸してるだけなんだ、ね、うちは関係ないんだ、保証の義務はないんだってね、でもアマゾンから買ってんだからって、ね、責任がないわけないだろうみたいな、そういう裁判があったんだけど、確か結果としてはアマゾンは非はないっていうね、アマゾンは白っていう、そういう過去の判例があったと記憶しています、ね。はい、そういうことで、こういったものはね、アマゾンはお客様が、ね、販売したいっつって、まあ、今や個人でもそうでしょ、クレーンゲームでパカパカパカ取ったりとか、いろんな転売システムも、ね、ショップで登録してぶら下がって販売できるじゃん、気軽に始めませんかっつってね、そういうチャンスを広げてくれてるアマゾンなんで、ね、いろんなショップさんがそういうシステムでね、ポコ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 、ね、簡単にショップを作って、そして簡単に販売できるんです、ね。いい時代だね、本当ね。そういうことで、アマゾンがっつってもね、いや、売ってるのはアマゾンではないので、ね。あと、元気なおじいは、この商品がちゃんとした商品なのかどうなのかっていうのは、わからないです。よくこれはこうに決まってるじゃないかってね、常識で考えてもって、常識はどんどんね、変わってるんです。だって今さ、じゃあ今1セラ2セラでね売ってるもの、じゃあ10年前の常識で考えたらどう？そうでしょ、常識はねどん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 変化しているんですね。なので実際に手にして使ってみないとわからないし、評価は素晴らしいし、ね、Amazon 様のシステムがちゃんと高評価でおすすめ商品としていっぱい表示されてるんです、ね。で、Amazon は Amazon の発送のも、
アマゾンの発送であろうがそうでなかろうが一応ポリシーというものがあるので、もし万が一何かあったらちゃんとお金は返品してくれるんです。で、この発送がねアマゾンの場合っていうのは個人情報はアマゾンで止まってます。ショップには伝わっていないんです。よく海外中国の発送でショップが販売ショップが発送のやつだと個人情報はショップに行きます。発送先がわからないから、ね、でもこれはアマゾンなので個人情報は相手に行かないんです。でアマゾンの今までの詐欺っていうのは個人情報収集だった。だ物は返品されたからね、うわお安心だ被害がなかったアマゾンでよかったっていう人がいっぱい多いんだけど、目的は個人情報収集なんです。そんな個人情報何に使うんだ、ね、はい、こういったものの出品者として使われたりするんです。でアマゾンで使われなくてもいろんなねショップのページの責任者になっている、ね、そういったパターンも検索するといっぱい。ある日突然、ね、警察から電話がかかってきた、ね、で会社なんかそうだよね。バッテリーのやつ確か前回紹介したけども、ちゃんとしたショップのところに苦情の電話が、ね、ガン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 かかってきた、ね、で何かと思ったらうちが販売していないものをねなんか勝手に売られてる、うちが売ってることになってる、ね、であれがあだこれはこうだ苦情が殺到してる、なんだろうこれは。アマゾンだけじゃなくて楽天市場とかねそういうところも存在していたような気もするけどね。まあ、とにかく元気なおじは現物を見たわけではないのでね、分かりません。ただ一つだけ言えることは元気なおじはこういうのは買わないです、ね、これは買わないです。じゃあどういうのを買ったらいいんだろうってね、また紹介できたらと思いますね。はい、そんなわけで、今回は SSD 祭り、ね、皆さん大好き、もうパカパカパッパカ売れる時代だからね、皆さんも検索する方も多いと思います、ね。まあ、選ぶときはご自身で納得のできるものを選びましょう。でおじいは買ったらいけないなんて一言も言わないよ。だってアマゾンの発送だから個人情報は相手に行かないからね、そういう危険性はゼロでしょ。でしかも何かあればちゃんとお金は戻ってくるんです。そうでしょ、1ヶ月以内なら戻ってくるんです。でこれからまた年末年始になると返品期間2ヶ月あるし、まあ、2ヶ月過ぎても何かがあればちゃんと説明すればお金は戻ってきます。お金は戻ってくるけども接続した機器が何かおかしなことになっても知らないけどね、それはそこまでは弁償してくれないので、ね。まあ、そういうことで、まあ、こういったものからはね、もう皆さんチャレンジャーなんです、ね。じゃあなんでこういったものを買う人がいるんでしょう。なんで、どうして、そうなんです、欲が深い人は詐欺に引っかかるっていつも言ってるんです。はい、そこでね、今回の動画は終わりたいと思います。皆さんのご意見もお待ちしております。じゃあね、バイバイ。